さて、今回も、まあ、たくさんの方から、まあ、いろいろいただきました。まずゆうくんから。僕は前の配信にいたゆうくんです。僕が大事にしているのは私です。ありがとうございます。ポケットにしまう。なんだろう。はい、またゆうくんから。あと、お金を差し上げます。さっきの通り、配信しているときに嵐のせいで渡せなかったので、ありがとうございます。なんかいろいろもらっちゃって本当申し訳ない。リオさん、日頃の感謝の気持ちを込めて、こんにちは T シャツを送るので、はい。ありがとうございます。じゃあちょっと早速開いてみよう。まず、日本刀。はい。日本刀ってあったんだ。それから、次。9万9000ベル。ありがとうございます。なんかちょっとお金本当いただきまくり。それから、こんにちは T シャツ。いただきました。で、これは、ハッピーホームアカデミーから、ファッションケース。いただきました。ありがとうございます。なんか本当にお金いっぱい溜まっちゃってるわ。はい。おはようございます。沖縄の鈴木です。さあ、今日もやっていきましょうか。集まる動物の森。さて、ただいまの時刻は、朝8時14分。ちょっと早いですね。今日もお知らせありませんけれども、まあ昨日ね、映画？いや、映画の再放送は見てなかったんだけど、まあ、昨日ね、みんなとやったライブは結構楽しくて、まあ他の人の島行ってね、流星群一緒に見たり、島の中で、かくれんぼやったり、結構楽しかった。やっぱり早くタイマーが欲しくなったな。かくれんぼは結構いいアイデア。ただ、自分が隠れる方になっちゃうと、カメラ的にっていうか動画的に、ずっと隠れて動かなかったんで、動画的にちょっと面白くないなと思ったんで、次回からもしやるとしたらね、もう俺が鬼固定で行った方がいいのかななんて思ったっす。はい。というわけで、今日もよろしくお願いします。はい。というわけで、今日も頑張ってやっていきましょう。それで、ちょっと別件なんですけれども、まあ、昨日ライブの最中に荒野行動のリクエストがあったので、昨夜、夜中の間に荒野行動ダウンロードしてインストールしておきました。まあね、ちょっと合間を見て練習して、まあ、どういう風にできるか試していこうと思うんで、まあ、もちろん慣れたら一緒にやりましょう。というわけで今日も一日よろしくお願いします。あ、そうだ、ドントレスも一緒にやる仲間をね、募集しております。ドントレス結構ね、面白いよ。で、モンハンもアイスボーン入れてやろうと思ってる。一緒にやる方募集中です。よろしくお願いします。で、株買いに行くよ。けどみんなからもらったお金でいきなり株買うって。はい。はい、一応買っておきます。株買う。はい。どれぐらい買っとく？100株ぐらい。100株ぐらい買っとくか。間違え。1000株買って、1000株。間違え。100株。なんで1000株？100株買います。はい、買います。こういうところでその事故が起きるんだな。100株だから。つまり事故ってことね。事故。はい。え？間違えた、危ねえ。はい。はい、これでいいっす。ケチケチ。さあ、出とう。あざっす。上がるといいね。おはよう。おう。ごきげんよう。今日の気分は、お前いいっすよ。ねっていう便利なリアクション。どういうやつ？ね。ねってどういうやつ？これか。はい、ありがとうございます。みんなやってる？それで、はい、家がね、また一軒移動して、こんな感じになってきました。ちょっとこの木がそろそろ邪魔かな。だんだんと住宅街になってきたよ。いいね、これ。いい感じ。よし。今日もちょっと家の移動やっていこう。
どうすっかな、どういう風に移動しようかな。この辺り公園にしていくっていうのもいいかな。でこの木がちょっと邪魔になってきてるんで、これ木を、木じゃない、下にあのお金埋まってるんで、ちょっとね、それがなってからの方がいいよな。悩む悩む悩む。さて、じゃあ今日はとりあえず芝の評価は多分星さんのまんまでいいと思うんで、いいっす。またたぬき商店でお金使うところからスタートしていこう。こっちが、こっちやな、こっちこっち。はい、おはようございますうーん、欲しいものがないんだけど、これ全部あるから、全部あるよ、これ持ってるよ、これ持ってるものばっかり。うん、はい、株の買い取り家。魚。あれ？魚こんだけだっけ？あれ？まあいいよ、ちょい行こう。魚なんかもっと持ってたような気がするけど。昨日釣った魚たちは、売ったんだっけ？カレーとか釣った記憶があるんだが、まあいいや。売ったような気、売ったのか。ライブ中に売ったような気がする。売ったのかもしれない。さて、では、また海岸を回りながら、いろいろ、あ、昨日、そうそうそう、流星群を見たんで、星をゲットできる日でございます。星、星、星、星。よし。落ちてる、落ちてる。OK、OK。よいしょ。じゃあ結構頑張ってね、手汗まくったもん。お、ボトルもあるよ。これなんだ。何のレシピ？読書が大好きな私が今読んでいる物語をイメージした DIY のレシピを考えたんです。この世界中にこのレシピを広めたくて、こうしてボトルに詰めてみました。まずはあなたが作ってみてください。竹の不動産、え？だよね。だよね。2つも持ってるよ。ちょっと、同じやつ2つも持ってるんで、どうしよう。こっち通れない。レシピ広場でも作って、もう来た人にどうぞって渡してくるしかないかな。そうしかないね。もう竹のフロアスタンド2つ持ってる。さて、しょ、結構集まってるよ。いくつぐらい集まったんだろう。前回並みに集まってると思う。よし。よいしょ。こうして考えると公園狭いね。公園広くしないと。よし、こんな感じか。と、大きな星のかけら、大きな星のかけらとお羊座のかけらが2個、そして、星のかけらが10個。結構集まりました。感謝っす。感謝感謝。星のかけら結構集まった。これで星のかけらないと作れないやつとかもね、また作れるし、嬉しいわ。で、貝殻を売るよ。
うん。こいつと、こいつと、こいつと、こいつ。株だよな、これ。これはいいや。あと、これだな、問題。フロアスタンド。はい。はい。売ります。あざす。けど本当に早くグレードアップしてね。本当タイマーが欲しい。いや、タイマーもらってはいるんで、もらってはいるんで、プレゼントはもう自分で買えるようになりたい。で、次の引っ越し。あ、ちょっと待って、引っ越し。ちょっと待って、どうしようかな。もともとはこの横に、ここにね、もう一軒持ってくるつもりではいたし、いるわけだけど、まあやっぱ持ってこようか。どうしよう、そうしよう。今度は誰の家を持ってくる？向こうの方に住んでる人っつうと、ももちか、モヘア。モヘアから、モヘアから移動しよう。このモヘアさんのね、家の周りって、作るときに結構飾ってあったから、なんかもったいないような気もするんだけど、マイルもらう。300マイルゲット。それで、他マイル交換なんか、ないよね、とりあえず。まあいいや。で、ショッピング。なんか、静江さんちょっと、疲れてる。携帯ラジオ、ポータブルレコードプレイヤー、レインハット。いや。でもって、はい。どうか。はい。本日はですね、島の評判、多分星さんのまんまで全然変わってないと思うんだけど、やっぱり。はい、もうこれはもう何度も聞いてるよ、堂々、はい。はい、頑張ります。はい。いや、特にないっす。はい。でもって、せーの。あれ？よし。はい、どうもどうも。インフラ装備で、あれモヘアさんだっけ、移動するの。区画整理がしたい。住民の家で、モヘアさんだよな、モヘアさん。間違ってるやつ、お願いします。はい、間違ってないよな、間違ったらどうしよう。モヘアさんの家を移動させるんで間違ってないよな。これさっきモヘアさんって言ったよね。間違ってたらどうしよう。モヘアさんの、間違ってない、OK。もう移動させた人の家をまた移動とか、そういうミスを犯さないように。で、現在のモヘアさんの家はこちら。なので、ここもちょっとね、もうこれいいや。これ回収。
で、この花たちも移動 しよう。で、ゆっくりはちょっとここ橋作るなりなんなりして、向こうへの行き方をね、楽にした方がいい。何でしょう、一番、うん、よく使ってるのは、ここを棒でジャンプするっていうのが多いんで、うん、ここはやっぱり、ね、橋必要。向こうに行くための橋ね。作るよ。あの、もはやさんの家移動して、この家も移動して、ゆくゆくはこいつの家も移動して、うん。で、とにかく住宅街をちゃんと作る。やっぱりちょっとこっちの木もそろそろ、あれだな。で、この辺り。あれ？家のキットは、ちょっとぴったりかな？ちょっと想像してみる。よし。お、位置的に。大丈夫、大丈夫。OK。これでいこう。OK。うん。気に入ってくれるといいな。それでそろそろまた道をね、作ろう。はい。でもって道だから、一応砂の道が多いんだよな、ここ。こんな感じで、あ、間違えた。また間違えた。こっちへ行きたいな、本当に。よいしょ、こんな感じで道を置いてきます。ちょっとミスったかな。ちょっとミスったね。こうじゃなくて、おっと、よいしょ。こうすれば道的にまっすぐなって美しいか。うん。こんな感じでいかがでしょうかね。で、徐々に徐々に、うん、なんかそれっぽくなってくっすよ。これで住民の家の移動が終わっちゃえば、千島クリエイターモードでもっといろいろと作れていくんじゃないかな。で、あと博物館の移動とかをどうしよう。悩む。どう？こんな感じで。一緒？なんか飾れるものを持ってるかな、今。飾れるもの。ファッションケース。ファッションケース、これ部屋の中だよ。日本刀、マグネットライフナイフ、これ。これどうやつ？あ、違う違う。服かな？なんだろう？マグネット、あ、壁にかけるやつだ。あれだ。うん、持ってるやつね。はい。よしよし。またなんか、じゃあ家具は作ろう。よし。けれど、おかげさまで、だいぶ整
整ってきた感じがしてきた。いい感じ、いい感じ、いい感じ。それで、こういったところも、これを植えます。ほらほら、こうやって、こういうとこ植えていくことで、まあ、いい感じになってくるんじゃないかな。よし。はい。というわけで、まあ、今回はこの辺で一旦終わりにします。これからも頑張ってやってますんで、よろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価、応援よろしくお願いします。で、かくれんぼ、またやりたいね。そして、ドーントレスや荒野行動、モンスターハンター、みんなでやっていけると嬉しいんで、ぜひ、そっちの方もよかったら参加お願いします。あ、オートナイトももちろんやります。というわけで、まあ、今回この辺で、お疲れ様でした。